ヨルダン・レチコフは、ブルガリアスリュベン出身の元サッカー選手。元ブルガリア代表。現役時代のポジションはミッドフィルダー。1994フィーファワールドカップで4位に貢献した主要メンバーの一人だったことから、フリスト・ストイチコフ、エミル・コスタディノフ、クラシミ・イル・バラコフラと共にブルガリアサッカー界の偉大な選手の一人と認識されている。17歳の時に、 地元の OFC スリベン2000でキャリアを始めたレチコフは若手ながらレギュラーを務め1991から92シーズンに一部で最多優勝記録を有する PFC クスカソフィアに席籍を果たしたクスカ遺籍からほどなくしてドイツ一部のハンブルガー a SV に引き抜かれ1992から93シーズンから1995から96シーズンまで在籍した その後、1996から97シーズンに、当時ヨーロッパで、トップクラブの一つだったフランス一部の、オリンピックマルセイユに移籍するも、首脳陣と折り合いが悪く1シーズンで対談することになった。1997から98シーズンは、セルゲン・ヤルチンの後釜を探していたトルコ一部の、ベシクタシ JK と移籍金75万マルク。 年俸112万5000マルクで2年契約を締結した。それから半年後に、ジョンとジャック監督と論争を起こしたことで、クラブから罰金を言い渡されたが、レチコフはこれを拒否し、故郷ブルガリアに帰国した。これを受け、ベシクタシュは契約違反の保証として20万マルクを支払うようフィーファーに訴え、さらに UEFA とフィーファーに対し、クラブの許可なしに、 レチコフがアルゼンチンとの国際親善試合に出場していたことをアピールした。最終的にフィファはベシクタシュの許可なしにブルガリア代表を含む他チームでプレーする資格がないと決定を下した。そのため、1998フィファワールドカップ出場権獲得に貢献するも本大会出場を断念せざるを得なかった。ほどなくして現役引退を表明し、 ビジネス界に進出した。それから約3年後の2001から02シーズンに PFCX カソフィアと契約しサッカー界に復帰。2002年から2004年まで2部の OFC スリベン2戦で選手権監督を務めた。ブルガリア代表として45試合5得点を記録。1994FIFA ワールドカップ準々決勝のドイツ戦で決勝点を挙げ、代表史上最高となる。 準決勝進出に貢献。次のイタリア戦で敗退したため決勝進出は果たせなかった。W 敗での活躍もあり、同年のバロンドールの投票で13位にランクインした。次の主要大会である UEFA ユ u r 9 6でチームはグループリーグ敗退に終わったものの、レチコフ自身は好プレーを見せ、特にスペイン戦とルーマニア戦で奮闘した。 1998FIFA ワールドカップでは本大会出場に貢献するもベシクタシ JK との契約上の論争から本大会でのプレーは叶なわなかった。現役引退後はビジネスマンと政治家としてのキャリアを開始した。2003年にレチコフの故郷スリベンの市長に選出され2007年に再選した。また2005年から ブルガリアサッカー連合の副会長を務めていたものの、後に職権乱用で起訴され、2010年4月にスリベン地方裁判所の決定で解任された。6月28日にブルガス高層裁判所の決定で地位を回復させたかに思われたが、2011年9月20日に再び上記の件で起訴され3年の禁固刑を言い渡された。1998年にゴールデンブーツ。 2012年にストイチコフと呼ばれる TV のスポーツドキュメンタリー番組に他の様々なサッカー選手と共に出演していた。選手時代から剥げ上がった頭が特徴であり、自身は故郷のスリベンガ、ソビエト連邦のチルノブイリ原子力発電所から3 0 0トルほどの距離にあり、1986年4月に発生した原発事故の2から3ヶ月後、 町の若者の多くが頭髪を失ったと、その理由を語っていた。ただし、チェルノブイリ原発とスリベントの距離は3 0 0トル以上離れている。ことから、地理学者からはジョークである、可能性が指摘されている。ありがとうございます。